麻生財務大臣の処理水をめぐる発言が中国で検索トップになっています麻生財務大臣は昨日の会見で海洋放出の方針が決まった処理水について中国や韓国が海に放出しているものと同じもの以下だあの水飲んでも何ということないそうですからと理解を求めました中国のウェ i b ーの検索ランキングです1位のところに日本の副首相とあります 大臣の発言がトップに来ています中国ではメディアが一斉に発言を取り上げるなど関心を呼んでいて SNS では大丈夫なら飲めばいいなどと批判の声が上がっています。